ファンミーティングが感じで、はい、行きたいと思います。舞台の一つ一つ全部頑張りたいです。いっぱいですけど頑張ります。관객수가 그렇게 많이 들어가. 아, 엘이다, 엘. 다 죽자! 예! 가자. 예! 기사신 힘들었어. 오사카 미나상! 마이도. 홍마니. 홍마니. 간사키 드립니다. 홍마니. 오키니. 하지만 때와 2010년에 今回のファンクラブツアーを以前ワンマンライブを行った会場でやる理由は、ロックスピリットの充電のためです。ヨガイさん、満タンですね。満タンです。場所が覚えました。楽器、今いる楽屋も覚えてます。本当に久しぶりです。We'll be right back.
昨日も今日も、うん、昔ライブやったところで来て気持ちがちょっと微妙な感じですけどいいですね。もう今回は歌もすることが気持ちいいですよ。昨日初めてレッスンクレイジー歌うでしたけど、お客さんが本当に知って、うん、応援してくれて本当に嬉しかったですちょっと恥ずかしいですけど、ずっともう昨日、今日、明日、明後日全部歌をますから、ちょっとずつちょっとずつ集中力がアップグレードするつもりです。今回ファンクラブツアーが終わって次のコンサートとかでやりたいです。すいません、僕はとんかつ。でらうまい。だらな。おじさん。はい。今でらがっこいい。Thank you.
久しぶりです。だけど昔の記憶がたくさんあります、はい、今日は100年人300人くらいと聞いたんですけど、あ、すごいですね。なんかチューニングとかも全部、はい、全部終わりました。もう自分たちでセッティングしました。本当に昔の記憶が、はい、覚えています。ありがとうございます。はい、弟たちの弟さんたちの歌はどうですか。お兄さんから本当にびっくりしました。僕も聞くのがたくさんないんですから、最近本当にびっくりしました。それは何ですか。朝鮮人参。さあ、じゃあまた会おう。あの本物さんです。今日には美味しくない。美味しい？美味しいです。じゃあミロフさんはどうですか。久しぶりに自分たちでセッティングしてみてここでやる感想を教えてください。ああ。なんか、もう楽しいです。もう前でも僕たちが、僕が自分でセッティングし、ずっとしますから、別に違うものは違うことはないんですけど、でもこんな会場が、この会場が本当に久しぶりですから楽しいです。渋谷でライブすることについてどうですか。こういう小さいところで。ああ、もう楽しいです。これ小さいライブ会場でやることが今回のツアーがツアーの魅力です。はい、OK、やると。みんな出てからちゃんと中。今日はシングル、セカンドシングル、泳ぎ輪のファンクラブツアー。たくさん聞いてくれて本当にありがとうございます。ありがとうございます。久しぶりですね、パツロは。いや、パツロ本当に、はい、忙しい久しぶりです。忙しいですね、今忙しいですね、パツロは。あ、皆さん、パツロは本当に夢、はい、ところですね。そうですね、ラルクランシエちゃんと、はい、そうですね、もういっぱい有名なグループさんも全部、はい、パツロで、はい、いやー、ました感無量です。
インディーズ時代にライブやった思いがたくさんありますね。ここ僕のサインです。もう普通のライブでした。はい、何のツアーだったんですかね。ツアーじゃなくて、あれそんなツアーじゃなくて、すごい昔です。もうよく記憶も少しだけいないけど、このサイン見たらすごい懐かしいですね。そうですね、やっぱりこれがシエンブルーを行って本当に懐かしいです。本当にその時いいと思います。なんかパッションがいいです。じゃあその思い出の舞台で、これこれ、おっ、これはいつ書いたんですか。この前、もっぱったな、あります、サインです。今風なんだろうこれ、なんだろう、新しい楽器ですか。No. レント。レント。レンタルしたんだ。これよかった。なんか、あ、車さ、旅ができるよ。これ、まあ、ギター取りだこ。難しいこれ。難しい。ないですけど、カキチームで、カキチームで、このブランドのオリジナルモデルをエネルギーアップです。ごわんごわん。セイホー。はし。はしってじゃん。はい、これで。나처럼뛸게나오늘나오늘이거이거잘기분좋아할수도있다이마산키노한발이마스코모브한발이마스보모복구안있는그주사닦아라키와만땅데스로크데스보였어요아소다저거니갔던데아이치즈헤이에서기정ピチマが、はい、いつ来ましたか。あ、多分2010年、はい、4月、はい、4月、はい、僕たちのイルスたちとの Thank you、ファーストアルバム Thank you のリリースイベント。楽しみです。Heaven's heaven's heaven.
한다고 해. 이키키. 민혁아, 만약에 나 까먹으면 뒤에서 이키키 하면 돼. 어, 내가 과연 기억을 하냐. 숨이, 숨이 딸려요. 어. 그 뭐. 들어가는데 천천히 들어가. 이츠 카메. 뭐 이츠모 오마나시 데스. 긴쪼 시마스. 대만 간바리마스. 라이브 타노시 데스다. 저쪽이 좋아. 컨디션 이 데스. 간바리마스. 뭐 이츠모 도리 간바리마스. 나도다. 그 형이야. 예. 시부야 아츠와 2010年の9月 I don't know ミュージックライブイベント時に来たんですけど、お、来た人は来る人いますか？いつもライブは嬉しいです。もう今回のツアーは、もう重心のレスコクレジとか魅力のティアルドラップスインドレインが、いいですね。それで僕も初めて見たんですけど、もう정신도미역구나아전종민형전종민형인줄알았어요우타가우마이됐을까와운동이우레시됐어챌린지시때난가운동이아그래요네에이안
지단? 지단 너 지만 너 지만 너 지만 너 오토토 아, 하이 지만 너 오토토 지타지 됐어 これが 今回の 사안이 아마? 이치반 같은 것 같았어 네? 僕はいいです。11월이라는데? 11월. 아, 11월? 아, 아 그래? 야, 반응이 어떨까? 아, 아 야다. ここでどんなことを覚えていらっしゃるか, あと、どんなことを覚えていらっしゃいますか? まあ、この辺でやった時の思い出なんかありますか? ここに来てみたいなと思って。そうですね、昔はすごい、この会場が大きく見えたんですけど今日リアをやりながら見てなんかすごい小さく見えますね小さく見えますね、はい、今日の意気込みはもういつも通りいつも通り頑張りますあーどうですタッチョクチャー나가 빨리 나가 2009年の11月にボイスのリリースイベントですね。そうですね。リリースイベント。気をつけてください。リリースイベントに僕が入ってから初めてのワンマンライブでした。その時は本当に大きい。そうですと思ったんですけど今日は本当に誓いますね昨日重新の神そうちょっと違うびっくりしました皆さんいやどうですか皆さん大丈夫ですか大丈夫かわいいかっこいい ありがとうございますI'm gonna make it through.
かったです。あ、もう一度お願いします。やっぱりここはこう小さいから本当にもっと楽しかったです。お兄さん小さいですね。やっぱり本当に楽しかったです。同じです。僕もみんながいた通り距離が近くてすごいです。さん来てちょっと安心ですか、山田さん。あ、僕は本当に安心です。いやー、皆さん気をつけてください、気をつけてください、気をつけて。今日このアストロホールは2009年12月28、いやー、よく覚えてるんだ。そうです。はい、ボイスリリースライブイベント、最後のイベントです。行ってきて無事、うん、今韓国行ってきましたか、はい、分かんない何してきました。あ、ドラマために行って帰りました。戻りました。心配しましたか、今日のこと。全然心配してないです。うん、今日のライブはいかがでした。本当に楽しかったです。昔の記憶が覚えてます。
아니 이거는 하드록에서 그냥 밥 먹을 때 줬어요 네 개를 어제 300명 아 여기가 제일 작은 데구나 ここは 僕たちが 인디스카츠と 토끼니 라이브 했던 ところです 本当に 스테이지가 狭いと思ったんです 本当に狭いです。本当に近いからもっと気持ちいいです。よろしくお願いします。今日この会場は僕は初めてですけど、なんか他のメンバーが僕たちの話をして聞いて、なんか。 微妙な 気持ちです でも 頑張ります はい、ここはナオネボリリースライブ時にライブしたところです。本当に昔の記憶が覚えてますね。その時本当にライブの経験もないし 本当にこれ事務所なんです。本当にいっぱい記憶があるところです。今日もそして本当に頑張ります。写真すごいライブやった思いがありますね。ここで3人で初めてライブやった思いがありますね。大変でした。その時もいろいろ大変だったんですね。でも今考えればすごいいい経験と経験だと思います。 立ってみてすごい思い出しました。今まだないんですけど、今から今からライブやってすごい楽しみにしています。行くよ。 Without a doubt, whoa, we are forever me and you. 本当に久しぶりですね。ここはナオネボリリースライブしたところですから、初めての曲はナオネボしました。どうでしたか？ありがとうございます。 ここは、もう何のエピソードとか、ここですね。その時ヨンアお兄さんとジョンヒはなかったですけど、ここは僕が初めて一人で歌った曲です。はっきり言えば僕のデビュー曲です。次は何の曲チャレンジしたいですか？ Yeah.
今回この横浜ブリッジで今回ファンクラブツアーが最後です。最後ですからなんか微妙な感じですけど、ちょっと残念ですよね、はい、でも本当に楽しかったです。皆さんもあと近いうちライブで会いましょう。ありがとうございます。今回のツアーは9日の長い時間でしたけど、本当にライブをやってなんか短く感じになりましたね。本当にライブは楽しかったですね。でしたね。僕と彼女は歌を歌ってもっと楽しかったですね。また日本に来てたくさんライブをやりたいです。いろいろ勉強になりました。全部皆さんのおかげです。次に来る時にはもっとレベルアップしてもっと大きくなって来ますから、その時もぜひ一緒にいいライブを作りましょう。はい、横浜ブリッジで僕たちは2010年にライブで来たんですけど、もうまた来て本当に嬉しいです。もう今日が今回のツアーの最後の日ですから、もうこれ今日は本当に捧げます。すべてありがとうございます。いろいろやってどうでしたか今回のツアー。本当にもう勉強、たくさんのことが勉強になりました。マジマンガイ、いや最後だ。ハー、トゥー、セッ、タッチ、チャー、ゲー。いや
ごめんな。始まりだ。横浜の皆さん、久しぶりです。久しぶりです。元気でしたか？理解はどうですか？どうですか？すごいですね。今日は僕たちのファンクラブツアー最後の日です。ここは横浜ブリッジは2010年の6月26日そうですね、2010年6月26日、はい、もう完璧私の、はい、インディーズ活動で、はい、最後トウェイ初、はい、ファーストシングルトウェイのリリースライブ時に来たんですよ。ツアー2012年、はいはい、ウェアリュアのファンクラブツアーが終わりました。お疲れ様です。本当に長い時間ですけど、そうですね、もう本当に楽しかったですね。はい、楽しい時間が早いですね。そうですね、早すぎ。もう今回のツアーで僕たちは本当にたくさんのことを本当にやりました。はい、皆さんのおかげで本当に盛り上がりました、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。もうすぐ僕たちの韓国のアルバムが、はい、もう出ますので、はい、皆さん、ぜひ、ぜひ、よろしくお願いします。今回、韓国に戻ったらしばらく会えないんですけど、韓国の活動も応援してください。はい、皆さん、もうこれからも本当に頑張りますから、皆さん、応援よろしくお願いします。はい、以上、シェルでした。ありがとうございます。お疲れ様です。以上。